皆さん、こんばんは。こんばんは。ですね、皆さん聞こえますか？お茶ありがとうございます。川田さん、お茶ありがとうございます。マイクの調子はいかがでしょうか？マイクの調子、今日はですね、スマホから、パソコンがですね、さっき準備してたんですけれども、パソコンがいきなり電池切れになりましてですね、パソコンでのツイキャスができないということでですね、急遽もうスマホをですね、充電しながらやろうと思います。それではですね、改めまして、本日11月22日、木曜日、ボギーチャンネルはですね、福島県より、石鹸男、宮城正明が、急遽ですね、ピンチヒッターということでですね、皆さんとですね、この少しの間ではありますけれども、話したいな、もうドゥチュイムにですね、ドゥチュイムに一人ごとでもやってですね、皆さんのコメントを読みながら、ドゥチュイムにしようかなと思います。あ、びっくりしましたね。ぴょんたさん、こんばんは。こんばんは。あ、かたさん、こんばんは。ゆきとさん。あ、ラフトさん、皆さん、コメント書かないの読みづらいな。パソコンがあったらね、パソコンがあったら、この、パソコンのこのコメントを見ながらですね、ツイキャスできるんですけれども、もう電池切れでもう諦めてしまったな。それでですね、もう、今日はですね、もう ドゥチュームにですね、よろしくお願いします。はい。福島県はですね、最近はもう11月後半になりますとですね、あー寒くなりましたね。朝はですよ、朝は4度、3度、2度と、冷えますね。いつも朝6時に起きて、準備して、もう6時半頃には、6時20分頃だな。6時20分頃にはもう車出しましてですね、この職場に向かうんですけれども、いや昨日だ。昨日の朝はですね、フロントガラスに霜がついてですね、これをこうヘラでガサガサっと、剥ぎ落としてですね、ヒーターで、フロントガラスを温めながら、行きましたね。もう最近は、シモさん、こんばんは。はい、今日は、急遽、なんで、いきなり、今日はスマホでですね、ここはですね、道の駅ですね、この前も道の駅から、ここがですね、僕の持ってるWi-Fi の電波の具合がいいということでですね、いつもここで、その自宅から近いので、二度ですね。それでですね、まあ、福島県の人たちは、まあ、福島県も東北なんですけど、寒いのに慣れているのかなと思いきや、福島の皆さんも、ね、寒いのはやっぱり慣れているんですね。宮城君は沖縄出身だけど、大丈夫なのって聞かれたら、いや、僕はですね、寒いのは、ね、大丈夫なんで、雪降っても大丈夫かな。むしろ夏の暑さよりも、この冬のこの寒さっていうのが、自分には、いい感じですね。もう暖房も使わないという自分は、ね、しっかりとですね、上着着込んで、手袋、防寒具っていうのを使えば、声がおかしいだと。何かな、音声が小さく聞き取りにくい。はい、マイクチェック、いかがですか？今度は聞こえますか？近いけど。近い、どうですか？聞こえます、皆さん、いかがですか？今度は聞こえますか？聞こえますか？聞こえ。マイクチェック、マイクのチェックはどうかな？音声が小さい。小さいですか？じゃあね、大きい声でね、話しよう。あ、ちょっと待ってよ。イヤホンがあるので、はい、イヤホンをね、試してみようかなと思います。少々お待ちください。
今あるので、少々待ってね。よいしょ。ね、いかがですか？音声まだ小さいですか？マイクチェック。マイクチェック、今度はいかがですか？マイクチェック。マイクチェック。マイクチェックどうですか？まあ急遽なんで、まあびっくりしますけれども、聞こえるようになりました。ああ、よかったよかった。はい、今回はですね、スマートフォンで、ツイキャスやろうかなと思います。本当はですね、中3みたいに、こう、夜のこの南相馬市のこの景色を、ドライブしながらやりたいなと思うんですけれども、本当はね、こう、福島、この南相馬市もですね、このクリスマスが近くなってくると、道沿いはですね、こう、イルミネーションでこう、電飾がですね、光り輝いてきらびやかで、とても、いいですね。はい。いつもね、やってる、この、それでですね、もう、仕事が終わって、仕事が休みの日っていうのは、よくジョギングに出かけてですね、こう、南相馬市のこの街をですね、イルミネーション、寒いんですけれども、このイルミネーションを見ながら、ジョギングに出かけて、いいですね。こう寒い時に走るっていうのがまた、いいですね。体、鍛えてる、寒いのをまた我慢して引きこもるよりは、引きこもってしまうよりはね、もうむしろ、外に出てですね、こう、ジョギングに出ると寒さになりまして、体いい感じで調子いいですね。鼻水は出ますけど、鼻垂れ小僧なんで鼻水は出ますけど、風邪は引くことはないですね。まだ風邪引かないですね。寒さを楽しむわけではないんですけど、まだ寒いというわけでは感じないですね。むしろ調子いいですね。夏の暑さよりも、ランニングの掛け声はですね、いつもですよ。ジョギングするときはいつもですね、大好きなこのラテンミュージックっていうのかな。なんだ、洋楽を聴きながら走りますね、洋楽で。大好きな久保田利伸の歌いながら走ったりします。久保田利伸の歌、久保田利伸大ファンなんでですね、子供の頃からずっと久保田利伸聞いてますね。もう CD 出たらもうすぐ買っちゃうような感じですね。ランニングの掛け声はですね、いつも。健康管理大事です。皆さんもですね、皆さんもですね、ぜひ、この寒い寒い、確かに寒いんですけど、時にはですね、こう、外に出て、ジョギング出て、見るとですね、いつも通る道もですね、自分の足で歩くと、景色がちょっと落ち着、ゆっくり見て走るっていうのもまたいいですね。地元のこの土地勘を養うために、道を、覚えるためにですね、実際に自分の足で出て、歩くっていうのが一番いいですね。浪江の、職場の浪江町、富岡、南相馬で、もですね、自分の足で、まあ、車で歩くの、バイクで走るっていうのもいいんですけれども、そこからですね、降りてですね、また、自分の足で歩いて、また、お店に入ってですね、おやつなんか、買って食べたりしますね、自分は。お茶、カルガムさん、お茶の香りの、ニラ茶の香り、
見の香りのお茶をどうぞ。ありがとうございます。皆さんお風呂入りましたからね。お風呂入ったんでですね、もう石鹸の匂いですいませんね。もう石鹸上手だから。石鹸上手ですね。すいませんね。歩くと足元が見えて、新発見できます。いつも車で通る場所もですね、実際に歩くとですね、細かいことに気がつきますね。おお、南大阪の端子さん、こんばんは。出先より、こんばんは。イグイウイグル公園、ああ、もう講演会ですか。ああ、いいですね。自分も何か、講演会っていうのを、最近は行かないな。この間ですね、話した通り、二級土木施工管理技士のですね、試験が終わってですね、もう最近は落ち着いて、仕事が終わって家に帰ると、ゴロゴロしてたんですけれども、大好きなこのボクシングのビデオを見たりですね、チャンネル桜とか見たり、ゴロゴロしたり、バイクで出かけたりっていうのは、はい、久しぶりです。っていうのはあったんですか。また、もう最近それもですね、退屈になりまして、また来年は、また、新しい、資格に挑戦しようかなというのでですね、新しい資格にまた挑戦しようかなというのでですね、また勉強始めましたね。試験の手応えも良かった感じ。ああ、もう難しかったんですけれども、ちゃんとね、計画立てて、やればですね、合格してる、合格発表は2月、来年の2月5日、合格発表なんですけれども、自己採点でも70点以上、学科試験はもう高得点でしたね。学科試験は高得点でですね、実技試験もですね、もう自己採点でももう70点以上かなという感じでですね、あとはもう結果を、来年2月のこの合格発表の結果を待つという、落ち着いてますね。で、それでですね、もうまた来年もですね、また新しい資格に挑戦しようかな、今度は何に挑戦しようかなという感じでですね、本屋さんを回って、本屋さんですね、本屋さんでですね、今度はどれ、自分が次役に立ちそうな、この仕事に役立つだけでなくね、この自分の人生に役に立つもの、そしてこの誰かのために役に立つものを、やろうかなというのでですね、最近この本屋さんに回って資格の本っていうのを、見てました。それでですね、また来年は危険物のオツ種4類は、危険物取扱オツ種4類はですね、もう持ってますよ。ですね。兄貴と一緒に試験を受けました。兄貴とですね。兄貴がですね、危険物取扱いの試験を受けるっていう言い始めるものだから、自分も、兄貴が、頑張れば、自分も頑張ろうということでですね、兄弟で揃ってですね、同じ日に試験を受けて、3人揃って、兄弟3人揃って、合格しました。嬉しかったですね。他にもですよ、僕は調理師免許も持ってます。コックさんの、実務経験っていうのが5年以上あるので、その仕事しながら、この勉強して、調理師試験もですね、試験を受けて、合格しました。大型免許取ればタンクノーリー乗れる？皆さんびっくりしないでください。大型免許も持ってますよ。大型免許も取ってます、ありますし、大型特殊免許もありますし、トレーラーの免許もありますね。トレーラーもですね、結局、教習所、3回目でやっと合格しました。やっぱりトレーラーの免許はですね、牽引免許ですよ。牽引免許はですね、いや、難しかったですね。防火管理者も取れば。防火管理者？ビルメンテナンスかな。牽引免許はですね、結局、この試験に合格、このテスト、試験だけ。
試験だけ受けて、それ、結局それから一度も乗ってないですね。もう15年以上、この牽引免許っていうのは、乗ってないですよね。まあ、なんとなくね、牽引免許難しいです。前に走るのは全然構わないですけど、この右折、左折、また切り返し、U ターン、バック、後方、方向転換はですね、やっぱりかなり練習しなければ、覚えることはないですね。方向変化、車庫入れもそうですけど、ハンドル逆に切って戻して、この戻すタイミングっていうのももう、人が教えるこの話ではもう理解できないね。やっぱり練習しなければ、できませんし、試験に合格することも、自分は3回目で合格しましたね。いやー、難しかったな。一番難しかったのは何かなというとですね。やっぱり、このプロボクシングトレーナーのライセンスだな。自分は、確か二十歳で、子供の頃からボクシングやってたので、二十歳になってプロになったんですけれども、結局、本当にツーアウト玉木の、ツー玉さんの言う通りですね、かませ犬なんですよ。本当に、プロでは結局、勝てることもなく、勝つこともなく、だった、終わってしまったので、本当に、かませ犬で終わってしまったんですね。で、それからですね、そのまま辞める、ボクシングを辞める、ボクシングが好きならば、トレーナーで続けてくれないかというのでですね、トレーナーの資格も取ったんですよ。プロボクシングトレーナーライセンスっていうのは、これもですね、21かな、20歳か21の時に、試験を受けて取りましたね。難しかったですね。まだ若いし、経験が浅いから、トレーナーのライセンスは、厳しくしてもらいましたね。まあ、それがあって、こう、結構ね、この、選手としては弱かったんですけれども、トレーナーとしては、一生懸命頑張って、この沖縄のボクシング、ちょっとは盛り上げたかなという、もう10年以上昔の話ですけれどもね。まあ、ボクシングやってた頃は、一生懸命、何も考えないで一生懸命頑張ってましたね。まあ、そんな感じですね。青春の1ページですね。もう、辛いこともいっぱいありましたけど、それに合わせてですね、勝つ勝利、一生懸命頑張る、命を懸けて頑張る皆さんを見るとですね、ぜひこの勝利、このみんな勝つために、できることをやるというので、ボクシングを通してですね、いろんなことを勉強しましたね。いやー、もう辛いことだらけですよ。もう、辛いことだらけなんですけれどもね、楽しかったですね。まあ、ここへ来てですね、もう目を怪我したり、腕を怪我したり、足を怪我したり、あちこち怪我してですね、もうボロボロになるまで、頑張りました。はい。まあ、そういう感じですね。そのボクシングができなくなった頃に、ボクシングをやらなくなってから、バイトの帰りだな。バイトの帰りによ、あの、普天間基地の汚れたフェンスを見て、それがきっかけでですね、ボギーさんと会ったというのが、まあ、こういう感じですね。皆さんもこの若い頃の、この何も考えないで一生懸命頑張ったこうという話聞くとですね、まあ楽しいです。自分の場合は、ひたすらこのボクシングに打ち込んで、何も考えないで一生懸命頑張ったというのが、まあ、ありますね。ガソリンスタンドで、ボクシングジム。ボクシングジムは自分はやらないな。もう、指導者としては、トレーナーとしてはいいんですけれども、マネージャーとしては、まあ、あんまりかもしれないな。管理者、経営者としてはね。ああ、もう、金儲けは下手ですね。金儲けは多分、下手なんで、トレーナーとしてはいいかもしれないですけど、経営者としてはもう、ダメですね。
まあ、こんな感じで、ボギーさんと会った、いい思い出ですね。初めてボギーさんと会ったのはですね、普天間基地の、この野高ゲートなんですけれども、この野高ゲートがもう、赤いテープ、黄色いテープ、野高ゲートのこの、汚損行為ですね。汚してるおばちゃんたちを見てたんですね。この警察官が、フェンスを汚す行為はやめてくださいと、注意しても、それに構わず、こう、汚し続けるおばちゃんたちがいたんだね。それを僕は、こう、遠くから見てたんだよ。あの人たち、警察に注意されても、汚し続けるんだねって言ったら、まあ、地元の人がですね、この普天間に住んでる人たちが、もう本当に迷惑だ、こういなくなればいいのに、かな。こう、そういう話してたんですよ。今までこう20年、30年、こう普天間基地で、こう、そうだ、あの普天、普天間で、普天間生まれ、普天間育ち、この地元の人がですね、今までこういうことはなかったけれども、尾長知事に変わりましてからは、もう、ひどくなってると。今までこんなことはなかった。こいつらはもう、本当にうちなんちゅうなのかっていうのでですね、こう、そういう話、この普天間に住んでる人から話聞いてですね、そうなんだって。そしたら今度はですね、日曜日の朝になると、掃除してる人もいるよ。で、掃除してる人がいるっていう話をちょっと聞いたんだね。ああ、まあ、そうなんだ。掃除してる人もいるんだねっていうので。じゃあ日曜日、ちょっと、見てみようというので、日曜日行ったらですね、もうすごい雷が鳴るほどの土砂降りだったんですよ。ああ、もう、朝からもう雷鳴るほどの土砂降りでですね、その中で、雨に濡れながらフェンスを掃除してる、黒いバンダナを巻いた方がいたんですね。それを見てですね、自分も急いで、こうコンビニでですね、買った後、手袋を買いまして、手袋かな？カッター買ってきて、すぐ自分も、そのまま、フェンスの掃除に、加勢しましてですね。それだったな。その後ね、カレー食いに行ったな。ボギーさん、び、うん。カレー、ボギーさんのすごい、食べてたね。もう自分も、何か美味しいの食べましたけど、それがき、あの、ボギーさんと初めて会った、きっかけですね。皆さんは、こういう話、それからですね、大山ゲートに行けば、平和活動家という人たちがいるので、ぜひ彼らと会って話してみないか、っていうので、それで大山ゲートに行くようになったという感じですね。まあ、それが、最初はもう何も分からなかったんですけれども、このマリンアートおじさんのですね、この赤い電灯を持ってるのを見て、まあ、驚きましたけど、白い足跡が残ってるんでね、皆さん考えられますか？大山ゲートのこのマリンアウト電柱と言われる、そこにですね、白い足跡、まあ、フットスタンプっていうのがあるんですよ。あれね、よく見たらですよ。ちょっとへこんでるんだね。これにね、もう、このマリンアウトおじさんのですね、赤い情熱をですね、驚きましたね。こんなに熱い人間が、いるんだね って。いやー、びっくりしました。その時ね、調査も初めて、
その時に初めて中佐と会ったな。中佐も初めてなんだね。自分は、デブルおばさんに捕まりまして、デブルおばさんにもうやられてたんですけれども、中佐は琉球独立おばさんだね。琉球独立おばさんと話してたね。まあ、それがきっかけでですね、また、そういった、ボギーさんの話やって、まあ、この平和活動家、大山ゲートに集まる平和活動家の皆さんと話しするようになって、まあ、こういう、まあ、とうとう とうとう石鹸男になってしまったという 石鹸男になってしまったという いろいろあってね、最後の最後はもう石鹸男でね、最初はね、鼻垂れ小僧という名前をつけてもらったんだよ。鼻垂れ小僧という、名前つけてもらったんでね、デビルおばさんに。それでですね、鼻垂れ小僧の次がですね、いつも笑顔にたにた笑ってるということでですね、にたにた男という名前をつけてもらったんだね。こいつはもういつも、ヘラヘラ笑ってると。意味もわからずヘラヘラ笑ってる。怒鳴っても、殴ってもヘラヘラ笑ってるっていうことでですね、気持ち悪い男だから気をつけろというのでですね、似た似た男という、名前を、つけてもらいました。はい。似た似た男だから気をつけてね、とよく、おい、似た似たって、こう、津田さんは声をかけるんですけど、はい。もう、で、その後ですね、Facebook か何かを調べてですね、僕の Facebook か何かを調べてですね、ボクシングやってるなーということでですね、まあいろいろ聞いて、まあ弱いだろうというのでですね、おいチキンハートのカマセイヌという名前もつけてもらいました。なんで分かってるんだな、俺にこうカマセイヌってね、まあ別に全然まあ本当の話なんで、それはもう本当のことなんで、まあ全然怒ってはないですけど、チキンハートのかもしれないの。それでですね、他に何かな？まあ、一時期髪をね、ヘアスタイルをですね、こう短くしてた時期があったので、マリンカットお兄さんっていう名前つけてました。海兵隊カットですね。海兵隊カットしてですね、マリンカットお兄さんっていう名前もつけてもらいました。もうみんな、ヘアスタイルが海兵隊も、に、もう同じヘアスタイルだから、違和感がないよーっていうことですね。みんな、そうそう、自衛カットですね。自衛カットして、やったら、もう、まあ、違和感がないから、普通に海兵隊だよーっていうので、仕事でもしてでも普通にメキシカンに間違えられてですね、スペイン語で話しかけられたりしました。まあでも、似合うと言ってくれたので、みんなね、似合うと言ってくれたので、まあ嬉しかったですね。ありがとうございます。それでですね、その後に、まあいつもこの辺野古で石鹸でね、捕まった話をするとみんな面白いというので、そこからですね、石鹸男という名前にいよいよ、なりましたね。いよいよ、ここでですね、石鹸男。まあ辺野古基地前でですね、石鹸臭いという、それだけの理由で、襲撃された話がですね、面白いということで、石鹸男という、名前になりました。まあ、石鹸男もいいですね。おきさよのじじいばば、自分らの輝いて、中佐は琉球独立ナンパしてた。琉球独立おばさんね、とても優しい方ですから、自分、ちょっと仕事の悩み、恋の悩み、人生の悩みを相談するとですね、まあ、優しく、励ましてくれました。あんた、君は真面目そうだから。真面目そうだし、まだ若いから、頑張りなさいと。きっと、今よりいい方向に向かうよ。頑張りなさいね。まだ、いい方向に向かうから、聖書読んで、頑張りなさいと。
言うんだけどね、もう励ましてもらって、まあ嬉しかったですね。それに合わせてね、ツーアウト玉木のやつはですね、ツー玉さんはですね、お前みたいな人間のクズだよって むしろボロカスに 言うんだね。そんな、このね、傷口に塩を塗るような、そんな、このやつなんだね。ちょっとぐらい励ましてもらえてもいいんじゃないかな。まあ、お前みたいなやつ何やってもダメだよって言われて、まあ、びっくりするよね。琉球独立おばさんは、こう、励ましてくれたのに、このツアート玉木のやつは、こんなひどい言葉は言うんだね。同じ大きさよでも、こんなにやっぱり違うんだね。ってからに、びっくりしたからね。まあ別に、何を言われても全然平気なんだよ、自分は。びっくりする。お前みたいなやつは何やってもダメだよ。いいってからに、カメラ撮影しながらですね。ゴー口されました。ゴー口って何かな？ゴー口ってわかるかな？ゴー口されてね。20分ぐらいゴー口されたよ。ああ、ひどかったな。俺、もうちょっとで泣くところだった。もうちょっとで泣くところだったよ。ああ、しゃあ。琉球独立おばさんはあんなに優しく励ましてくれたのね。ああ、ツアート玉木さんは20分したたかゴー口よ。ああ、もうちょっとで泣くところだったよ、私は。ねえ。ああ。でもね、いいところもあるんじゃないかな。もう、平和に対する気持ちはですね、ツアートタムキさんもですね、同じなんでですね、まだやってるかな？まさか、まだ、アゲナのウルミン前でまだやってないよね。前って言ったらもう、どうでもいいけどな。20分ゴー口。ゴー口ってわかるかな？ああ、びっくりするよ。確かね、マナティおじさんがですね、マナティおじさんが交通妨害、米軍車両の交通妨害してるの、僕はビデオ撮ってたんだけど、その後ですね、デビルおばさんとオタフクおばさんとツーアート玉木さんに襲撃されるんだけど、こう、自分を逃がさないようにして、右と左に逃げ道を塞いでですね、こう、カメラで撮影しながら 20分ぐらいもうひたすらですね、この悪態をつくんだね。20分ぐらいもう、よく、まあ、もう、その、もう笑う、もう泣きそうだったね、もうちょっとね。ゴー口は暴言みたいな感じ。うん、ゴー口だね。不平不満だね。不平不満をね、もう語るんだね。いやー、びっくりするね。もう、島袋さんもですよ。島袋さん。オスプレイよりうるさい島袋さんなんだけど、見てくださいの、方なんですけれども、あの方もですね、まあ、ちょこっと話してくれるんですよ。お金は大事だから将来に備えて、しっかりと蓄えをするように、まあそういう話自分にやってくれましたね。自分たちはもう年だから、何もできないけれども、君は若いから、頑張って、将来に、何があるかわからないから将来に備えて、頑張りなさいという、話してくれましたね。こういう真面目な話をするときはですね、このメガホン使ったりっていうのはなかったですね。まあ、根は真面目な方なのかなという感じですね。まあ、平和平和とは、まあ別にですね、やっぱりそれなりの、話してくれましたね。頑張りなさいよ。ただ、ツーアート玉木さんはですね、まあ、ゴブチばっかりだったな。もう、いつかね、会った時にはね、自分がゴブチやりたいな。ああ。いつだったかな、ハンガーストライキやってたのが、このオスプレイ配備を撤回するために、このストライキ、ハンガーストライキっていうのを
やってたんだね、このツーアウト玉木ね。僕はこれを見てたんだけど、いやー、夏の暑い時。で、結局はね、台風でハンガーストライキが中止になったんだね。3日目で、たった3日でやめたんだね。ハンガーストライキ、命がけのハンガーストライキオーダー。3日でやめたんだよ。決して、ドクターステップでも家族の反対でもなくて、理由がただ単に、台風接近するから、掘ったて小屋片付ける人がいないから早めに片付けようという。台風来る前にですね、もう、ハンガーストライキの掘ったて小屋を片付けていなくなってました。いや、びっくりしたね。あれ、命がけっていう割には、3日でやめたんだねって。その人にですね、いくらご口されてもですね、私は痛くも痒くもありません。はい。ああ、ハンガーストライキも、車で通るとね、ハンガーストライキがね、ハンガーストライキなんだけど、車で通るとね、車で横を通るとね、間違えて、ハンバーグステーキに読み間違えてしまうんだね。ハンバーグステーキってあるけど、なんだろうって、みんなびっくりしちゃったよね。なんであの人たちハンバーグステーキって出てるけど、確かに。米軍基地で働いてるみんなね、みんな、あの人たちハンバーグステーキやってるのかなって。びっくりしたね。俺も、もう自分も、よ、自分も意味わからんな。なんなのハンバーグステーキって思ったけど、よく見たらハンガーストライキなんだね。ああ。お菓子の差し入れとかたくさんあったね。掘ったてこれお菓子の差し入れいっぱいあった。三品茶とかいっぱいあった。信号待ちで止まって見てたけど。あの時のハンガーストライキやってるやつが、まさか、小山ゲートにまた現れるなんて、びっくりして。これがおかしくてね、もう笑い、もうそれがね、もう思い出しただけでゲラゲラ笑うのを私はたまに見るんだけど、それでね、ツーアウト玉木の顔を見るとね、ついつい面白くて笑ってしまうんだね。それでね、ツーアウト玉木のやつは、それがね、気持ち悪いということで、ニタニタ男という名前つけてもらいましたね。まあ、そんな思い出、他にもね、思い出いっぱいありますよ。ハンガーストライキに参加してる人たちは、結構、5、6人交代交代で5、6人いたような気がするな。ねえ、お菓子の差し入れがあった、ハンガーストライキへ。ああ、びっくりするよ。お茶とか飲んでたな。ポカリは飲み放題なのか。ポカリは飲み放題のハンガーストライキや。どんなハンガーストライキ？ハンガーストライキというのかな。でも、あれから随分時間経ちますけれども、彼らはね、まだ、この抗議活動を続けてるっていうのが、我慢強い人たちだなという、意志の強い人たちだなと、そういうところはですね、まあ、すごいなといつも思いますね。まだやってるんだ。まだやってるんだ。情熱は、すごい情熱だねという、感じですね。もう辛くはないのかな。もうそろそろ辛いんじゃないのかな。辺野古埋め立て本体工事が始まったら、どうなるのかな。まあ、もう、彼らにとっては、辺野古埋め立て本体工事が始まったらね、彼らにとっての、抗議活動は意味がなくなってしまうので、埋め立て反対を続けるためには、わからない、もうすでに埋め、辺野古外側はもう埋まってるよね。あと埋め、もう埋めるだけなのに、もう工事はもうすぐ始まるというのにね。埋め立て始まったらどうなるのかな。もうびっくりするよね。まあ、でもね、彼らの平和を思う気持ちはまあ皆さん一緒ですから、ただ手段と方法が、違うということでですね。
彼らは彼らなりの平和運動、私たちは、私たちの、自分たちには、自分たちの、平和運動というのが、ありますので、まあ、ただね、まあ、前も、前回も話しましたように、違法行為、違反行為、迷惑行為っていうのは、やめてほしいなといつも思いますね。まあ、人に迷惑をかけると、もう誰もついてはいかないんですけどね。これもう今の、もう結構ね、話、独り言だけど、結構話したね。皆さんもですね、あ、そうだ、もう、今日は木曜日、9時からですね、ワンの梅の放送もあると思います、あるので、それもですね、ぜひ皆さん、楽しみにしてくださいね。HK さんは今日はどういうので出るのかな。HK さん、梅原さんもね、まだ元気でね、頑張ってほしいですね。そして、ズキヤマさんもですね、いつも、情報、いろんな情報、提供してくれるので、情報提供に、感謝しています。いつも皆さんありがとうございます。はい、どうも コインありがとうございます コインありがとうございます。はい、それではですね、また、機会がありましたらですね、また、自分の思ったことはですね、独り言、ドゥチュイ、ドゥ、独り言でっていうのを、ドゥチュイムニーというんでですね、ドゥチュイ、一人、一人のも、一人の、一人のこと、ドゥチュイムニーでもやろうかなと、思います。それではですね、また機会がありましたら、またぜひ、聞いてくださいね。皆さんどうも、ご視聴ありがとうございました。よし。